皆さん、動物はお好きですか？動物たちはその愛くるしい表情で私たちの疲れた心を癒してくれます。ところで、ロボットの世界にもたくさんの動物たちがいることをご存知ですか？種類も豊富で、可愛らしいものからちょっと奇妙なものまで様々です。もちろんその性能にも目を見張るものがあります。さて、今日はそんな動物型ロボットたちの中から厳選した9体をご紹介します。それでは始めましょう。マンティス。圧倒的な存在感を放つマンティスは6足歩行の巨大クモ型ロボットで、登場して内部から操作します。マイクロマジックシステム社が開発しました。総重量 1.9トン、高さは 2.8メートル、 2.2 リッターのターボディーゼルエンジンを搭載しています。各種センサー、足にある計18個の油圧装置のおかげで、瓦礫の上など足場の悪い場所でも問題なく前進することが可能です。時速1メートルと進むスピードはゆっくりですが、様々な用途の可能性を感じさせるロボットです。ロボビー。2013年に開発された極小ロボットロボビーは、蜂というより蚊でしょうか。羽はトンボに似ているような気もします。本体の重さはなんと 80mg。 あまりにも小さいため、バッテリーは搭載しておらず、電力の供給は細いケーブルで行います。透明の羽を羽ばたかせて空中に舞い上がり、飛行することができます。実はこのロボビー、飛ぶだけでなく泳ぐこともできるのです。開発したハーバード大学の研究チームが着目したのは、ツノメドリという海鳥の翼の動きでした。ロボビーは空中では1秒間に120回羽を羽ばたかせていましたが、水中ではその回数を9回までに減らすことで、水面近くまで浮上することができたのです。残念ながら水中から再び空中へ飛び上がることはできませんが、これらの開発次第では農業における水やり、肥料や農薬の散布、あるいは災害時の生存者捜索、道路状況のモニタリングなど、様々な用途が期待できそうです。 LS3 アルファドック。最近ソフトバンクが買収を発表したことで話題になったボストンダイナミックス社は、2005年よりアメリカ軍の要請を受けて、車両では移動の難しい場所への物資運搬用四足歩行ロボットビッグドックシリーズを開発しています。 LS3 通称アルファドックは、初代ビッグドックの進化系で、アメリカ国防高等研究計画局より3200万ドルの資金援助を受けて開発されました。1回分の燃料で 182kg の荷物を搭載したまま、約24時間 32km 程度の走行が可能です。音声認識によっていくつかの命令を実行することもできます。石や木などの障害物をものともせず、山道、ぬかるみ、草むらなどの悪路もうまくバランスを取りながら進んでいきます。たとえ滑って転んだとしても、自ら起き上がることができます。なんだか可愛く見えてくるのは気のせいでしょうか。コンピュータービジョンを使って自動尾行をさせたり、 GPS を使って指定した目的地へ向かわせることもできます。 LS3 はアメリカ海兵隊での運用が検討されていましたが、エンジン音があまりにうるさく、敵に味方部隊の位置を知らせてしまうという理由で、残念ながら採用にはなりませんでした。バイオニックカンガルー。この可愛い動きをご覧ください。ドイツのフェスト社が開発したバイオニックカンガルーは、その見た目もさることながら、両足を揃えてぴょんぴょんとジャンプしながら移動する、その動きまで本物のカンガルーを完全に再現しています。カンガルーは後ろ足の剣の部分をバネのように使って効率的に飛躍を行います。
バイオニックカンガルーもゴムでできているしなやかな剣の部分が着地時の衝撃を和らげるとともに運動エネルギーを保存して次のジャンプにつなげる構造になっています。この素晴らしいジャンプを実現しているのは高圧縮空気と3台のモーターです。ジャンプの高さは約40センチ、1回のジャンプで80センチ程度前に進みます。全長1メートル、重量は7キログラム。アームバンドを取り付けるとジェスチャーを使って飛躍や静止、方向転換などの動作をコントロールすることもできます。ナノハミングバード。アエロバイロンメント社が DARPA の支援のもと開発したのは偵察用ロボットナノハミングバードです。見た目はハチドリに似ていてコントローラーで操作します。最高時速 18km で飛ぶことができ、本体の重さはたった 19g。 ホバリングも可能です。搭載されている小さなカメラから映像を送ってくることもできます。テストでは11分間連続飛行に成功し、屋外での飛行はもちろん、ドアから建物に入り壁などにぶつかることもなく、一定時間屋内に滞在した後ちゃんとドアから出てくることができました。ロボティックフィッシュ。これは水質汚染を監視する魚型ロボットです。全長は 1.5メートル。本物の魚のように泳ぎ、搭載されているセンサーで船舶や海底のパイプラインから漏れる汚染物質を検知します。取得したデータは最大で 1km 離れた沿岸の基地に送信することができます。障害物を避けながら自立して泳ぐだけでなく、他のロボットと連携して動くこともできます。また自分の位置を把握し、バッテリーが少なくなると自ら戻ってくるように設計されています。ちなみにお値段は約250万円。2012年には実用に向けスペインでテストが行われました。 MIT チーター2。マサチューセッツ工科大学の研究チームが開発したチーター2は、走りながら高さ40センチメートルの障害物を見事に飛び越えていくことができます。搭載されている 2D レーザー距離センサーによって障害物との距離や障害物の高さを検知し、ジャンプの位置の予測、歩幅や速度の調整、ジャンプの軌道の決定など様々な処理を瞬時に行っています。走ってジャンプするその姿はまさに動物そのものです。サイロ。バージニア工科大学がアメリカ海軍の資金援助を受けて開発している自立型クラゲロボットサイロの泳いでいる姿はまるで本物のクラゲです。その大きさは幅 1.7メートル、重さは 77kg。 傘の部分はシリコンでできており、充電式のニッケル水素電池を搭載しています。無人偵察、海洋調査、石油流出監視など幅広い用途への応用が期待されるロボットです。 ACM R5H。 東京工科大学発ベンチャー企業ハイロボットは、水陸両用ヘビ型ロボット ACM R5H を開発しました。高い防塵防水性と強靭性を兼ね備えたボディは、地上や水中を蛇のようにくねくねと動きながら進んでいきます。水中を泳いでいる姿は気持ちよさそうにすら見えます。先端には小型カメラが搭載されており、監視作業に対応することもできます。プラント配管、水道管、ガス管などの点検や災害現場などでの活躍が期待できるロボットです。さて皆さん、ご覧の通りロボットの技術の進歩には目覚ましいものがあります。近い将来、私たちの頼もしい相棒になってくれるような気がしませんか？もしかすると皆さんにもおなじみのあの猫型ロボットが現実の世界に登場するのも、そう遠い未来ではないのかもしれませんよ。楽しみですね。それではまたお会いしましょう。さようなら。